んにちは、アムニューズテレビです、ただいまですね、ニットファクトリー、ボリューム12、ニットファクトリーさんの作品展に来ております、今映っておりますのが、最新刊の、ニットファクトリー3本トレンドニット、セットで楽しむ余り糸を使い切るというサブタイトルのついている、最新刊でございます、なんと、手編みの帽子、マフラー、ポンチョが47点も載っているというすごい本になってしまいました、ね、こんなにたくさんの作品が載るとは編集サイドも思わず数えてみたら47点だったっていうことなんですね。はい、じゃあ、作家さんもたくさんいらっしゃることですので、突撃インタビューをしたいと思います。では、自己紹介をお願いします。藤田純子です。はい、この作品集の中から、1点作品をご紹介していただいてもよろしいでしょうか。はい、ここにしましょうか、はい、小物で、はい、私が作らせていただきましたのは、ブローチと指輪です、うん、はい、でとっても簡単なんですけれども、うん、本当に最後の最後の糸余ったところで、うん、もう一つお揃いを作っていただくときにぜひ作っていただけたらと思います、うん、はい、ありがとうございます。はい、自己紹介お願いします。はい、よろしくお願いします。そういたしましたら、トレンドニットの中からですね、1作品ご紹介いただきたいと思うんですが、杉山さんの作品こちらでいきましょうか。はい、あ、持っていただけますか。はい、感想などいただけましたら。はい、色のバリエーションが、浜中さんの順も中細がたくさん出てますので、でいろんなのが作れたらいいなと思って、いろいろ柄をいろんな色で考えました。はい、ありがとうございます。アマリートでもできますので、皆さんどんどん作って、これはプレゼントにも最適ですよね。あ、そうですね、うん、喜ばれると思います。はい、ありがとうございます。じゃあ、自己紹介をお願いします。はい、ニットコモのターゲグルミの参加をしております。はい、ミナオです。はい、ミナです。はい、よろしくお願いします。トレンドニットの中から1作品をご紹介いただきたいんですけれども、こちらの作品でいきましょうかね。はい、ポンポンベレーと、同じ編み方の、マフラーですね。縄編みの数がすごくたくさんなんですけれども、編み進めていくうちにちょっとエツに入れますので、エツに入れますか。はい、はい、ぜひ、はい、その世界に足を踏み入れてください。はい、ありがとうございます。この野菜畑のツイードが編んでいてすごく気持ちのいいので、このあたりも実感してみてください。はい、ありがとうございます。ベレー帽は、ベレー帽はですね、プロセスもありますので、これがあれば大丈夫、皆さん安心して編み進められます。はい、ぜひ編んでみてください。じゃあ自己紹介お願いします。きのこです。はい、よろしくお願いします。ではトレンドニットの中から一作品をご紹介いただきたいと思います、はい、こちらが、レッグカバーになります。おお、モコモコの毛糸で編んであります、うん、このスパンコールのリボンがポイントです。はい、すごく簡単に編めるので、うん、編んでみてください。はい、編みたいです。ニットファクトリーメンバーの萩原直美と申します。ホットスタジオ花という名前で活動しています。はい、よろしくお願いします。ではトレンドニットの中から一作品ご紹介いただけますか。今回私が担当した作品の一つがこちらのツートーンスヌードとハンドウォーマーのセットですね。はい、でこちらプロセスの解説もありまして、非常に、分かりやすいですので、ぜひ皆さん編んでみてください。うん、
スヌードのね、あの着こなしアレンジもいろいろ載ってますし、これ以外にもスヌードはたくさんのアレンジができますので、この秋冬には絶対1点欲しいアイテムです。皆様ぜひ編んでみてください。はい、はい、よろしくお願いします。トレンドニットの中から一作品ご紹介いただきたいんですが、やっぱりこちらですね、表紙の作品。はい、これは、うん、ゴム編みとメリヤス編みという簡単な編み方なんですけれど、うんうんうん、デザインはちょっと古いだけで、うん、おしゃれに可愛いメリヤスの作品だ。はい、こちらに実際の作品があります。帽子の後ろが可愛いですね。後ろを返してみても、あ、私が回りましょうか。後ろはですね、これ、割れてるんですよね、うん、分かれてますのでよく可愛いです。すごい可愛いですね。で、こちらの、今コーディネートで合わせているこちらのニットパンツも掲載されておりますので、皆さんコーディネートを楽しんでください。ご紹介お願いします。桜並木というブランドで活動しています、小島千恵です。はい、よろしくお願いします。はい、ではトレンドニットの中から、ニットタイですね、こちらの方をご紹介いただきたいと思うんですけれども、実物の作品がございますので、こちらですね、はい、編み込み柄を中心に作品を聞いているんですが、これの作品は大針ではなくて秋針で、きれいに柄を出すために内編みという技法を使っているんですが、かぎ針的な方にも簡単に作れるようになりました。ありがとうございます。エルサデザインの武田と申します。お世話になります。お世話になってます。トレンドニットの中から一作品ご紹介いただきたいと思いますが、はい、こちらのキノコのチャームですね。はい、はい、こちらを離れた感想とか作品の感想とか、あの何か一言を頂戴できますか。はい、ちょっとキノコの形にするのに、実はこれ続けて編んでまして、軸を編んでそのまま傘の部分を、バルーン状に編んで、内折りに畳んで傘にしてます。なるほど。だから別々にここがペラペラのものを編んで合体させてるわけではなく、意外と編むのは簡単です。なるほど。でちょっとビーズでキラキラ感を出してみました。ドレスアップしてみました。はい、可愛、はい、いだけじゃないの、ね、ちょっとそうですね、可愛いだけじゃなくて、うん、はい、ありがとうございます。可愛いだけじゃなくおしゃれな、キノコチャームです。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。